いいですか。皆さん、ようお越しいただきまして、こんにちは。虎が舞う武士の士と書きまして、虎舞士というダンスチームでございます。どうぞ皆様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、会場。ね、お盆は暑いので、シルバーウィークでちょっとこう、真夏ではない状態で、こういうイベントを開催してくださいました。チキヤさんでございます。ずらしたんですけども、暑いですね。そんな中で皆さん、約30分でございます。お時間許される限りお付き合いいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ行きましょう。では、拳、早速踊らせていただきます。空空と書いて、空空という曲でございます。行ってみましょう。拳でお送りいたします。空空。Yeah.
とうございます。はい。踊り子よりも汗かいてるっていう、この汗がね、目に入ると、僕の汗は何なんですかね、酸性とかなんかなんですかね、非常に痛くてですね、すごい染みるんですけども、これは目にいいんでしょうか、悪いんでしょうか、知ってる方いらっしゃったら教えてください。最近、老眼がひどくなりましてですね、メガネかけないと皆様の顔も実はぼやけた状態でございます。逆にこのぐらいの方がちょうどいいのかなって、緊張しないで済みますから。よく芸能人の方とかサングラスされる方いますよね。鈴木雅之さんとか。あの方が前言ってたのが、サングラスかけると緊張しないんですって。で、僕もサングラスかけてやってみたら緊張しないのかなと思うんですけど、この汗拭けなくなっちゃうんで、それもダメじゃんっていう。でも、どの道皆さんの顔見えてないので、まあ緊張はしてないですけどもね。はい。そういう意味で、皆さんの表情を見るために、こう、目をこうやってす、こうに睨んでるわけじゃありませんので、皆さん、それだけはご了承いただければと思います。格闘型舞踊というオリジナルの踊り、まあヒップホップだったり、ジャズダンスだったりとかをベースに、空手、少林寺拳法、太極拳、中国の武術などをですね、織り交ぜて踊るっていうことで、18年ぐらい。ぐらいっていうのが、しっかり、もうここ2、3年、18年ぐらいって言ってるんですけども、実際そこら辺がはっきり、しっかり、何年なんだかちょっと忘れちゃってるんですけどね。大丈夫ですか？はい。踊り子さんの息が整ったようでございます。では、2曲目踊らせていただきましょう。なんだっけ？はい。王の虎と書きまして、ワンフー行ってみましょう。講師でお送りいたします。ワンフー！
僕普段はですね、こうがっつりした黒縁メガネを時々かけてる。普段は時々おかしいな。普段はかけてるんですけども。で、まあ頭白髪でこうやってひげも白いのを生やし始めたら、この間イベント先で子供に宮崎駿とかジブリって言われて、それから黒縁メガネかけるのなんとなくやめました。別に嫌ってわけじゃないんですけどね。人のキャラクターになっちゃうのが嫌だな。そば、やっぱ嫌です。お、二人でやるの？違うよね。はい。午前中、まあお昼に一回踊らせていただいたんですけども、5曲、30分で踊らせていただいたんですけども、倒れる寸前メンバーが2、3人おりまして、今回はちょっと組み合わせを考えましてですね、分けて踊るという秘策を繰り出すわけでございます。逃げ道という。そんなわけで、整えましたか？肩で息してるでしょ。本当に結構辛いんですね。ダッシュするぐらい辛いダンスでございますので、踊りと踊りの間には、なんとなくこう、給水を取ったりとかする時間だけ、僕がこうやって喋ってるんですけども、踊りでせっかく温めた空気が、僕の喋りで一気にスッと、冷たい寒い状態になります。ただこれ、この暑いこの時期は、皆さんに対しては寒くするのは、どっちかというと、優しさだと思ってください。押し付けがましいな。いいかな。もうそろそろね。じゃあ次の曲でございます。行ってみましょう。拳でお送りいたします。風花。ウィークということでですね、地球屋さんはこの3日間売り出しされているんでございますけども、本日も帯買ったのかな、拳の衣装はですね、この地球屋さんの着物コーナーでこう今日とかね 90% オフなんですよ。
そうですよね。1万円のものが1000円で買えるっていうことですよね。こういう時期を狙って衣装用にガンガン買うんですけどもね。おかげで、とてもいいものを衣装に使って、その着物とか帯をリメイクして毎年衣装を作っております。今年バージョンが来月の10月来月合ってる10月の8日高崎でライブフェスティバルというお祭りがあるんですけども、そこで発表するために、今日々僕の奥さんがミシンでガガ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 毎晩やっております。だいたいほぼほぼイメージとしてはこの現代のくの一っていう感じでやるんですけども、今年のはですねサイバーパンク戦う女って感じの衣装を、用意してますので、また動画とかで上げてくださる方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ、見かけましたら確認してみてください。なんか、ね、本当今日調子が非常に悪くて喉まで調子悪くって今日声出ないね。よし、はい、次この2人でございます。先ほどの作戦通り2つに分けた残りの2人が踊りますけども行ってみましょう。なんだっけ。はい、では踊らせていただきます。拳でお送りいたします、虎の陣。
時間通りですね。はい。格闘型舞踊ということでですね、2時間練習するうちの1時間ちょっと超えぐらいまでは武術の道場と同じような内容でいつも稽古をしておりまして、ダンスはその後ちょろっと踊るぐらいなんですけども、もう長くやってる子はもう二十何年やってるのかな、道場で言ったらもう完璧に黒帯とかの有段者のレベルだと思うんですけども、そこそこ強いと思うんですよ、拳の女の子って痴漢とかいきなり出てきても絶対にもう多分金的ポンと蹴って逃げられるんじゃないかというところまでは鍛えてるつもりでいるんでございますけども、僕に至りましてはですね、小学校の4年生から、今57になる年まで、ずっと武術いろいろやってきておりますので、そこそこすごい技が出せるわけなんですが、ここで質問でございます。拳を初めて、僕たちを初めて見たよっていう方はどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。あ、1名、2名、あ、3名、あ、嘘つけ1名、2名様の他の方は見たことがあるという方でございますが、改めてその2名様のために僕のその技をですね、拝見じゃない、見ていただこうかということで言ってみましょう。あの伝説の技でございます。言ってみましょう。カメハメハカメハメね、東京の頭のいい大学行ったからって腕上げあれば腕上げ上がりまが言えてねえし、入ったってください。はい、お約束の一発久しぶりにできました。最近こういう機会がなかったものでございますからですね、では最後の一曲となりました。本当皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。最後でございますので気合い入れさせていただきます。行ってみましょう。こぶしメンバー気合いでいくぞ。おー お前らがやれよ。拍手とか大好物でございますので手拍子とかね、ぜひぜひよろしくお願いします。では最後の曲にありました、行ってみましょう。拳でお送りいたします。行動
30分あっという間でしたね。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。なんかね、見えてないんですけど、途中で帰られるとやっぱりそれは分かるんです。ああ帰られちゃったみたいな、寂しい、こんな寂しいことはありません。皆さんよく最後まで耐えていただけました。ありがとうございます。虎が舞う武士の詩、拳でした。もう一度礼。はい、撤収。すいません。メンバー募集してますか？メンバー募集してます。どうすればわかりますか？どうすればホームページにインスタグラム、ここに出てるはず。わかりました。